さん。どうも皆さんこんにちは、外人と子供大体半袖。真冬でも。そう真冬でも。どうも富谷です。本日の動画はですね、ツリーフェスティバル2024ですね、こちらの会場に来ております。で私 浮を出させてもらってて、2023年にね優勝した浮 C1、こちらをね飾らせてもらいました。今回はこれのみですね。これじゃ持ってかれちゃうじゃん。持ってかれねえよ。持ってこうとするから持ってかれるけど大体持ってかれないから。で今僕の C1 はこれしかないんで、これ持って帰ってするしかないんで。あ、西田さんとサトシさんがそこでやってる、サオのなんかステージやってるから、どれぐらい人がいるかちょっと見てこよう。あ、結構いるね。ヘラザオなのにいる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 。この後僕がね2時半から3時前30分喋ることになってるんで、1時間後ですね。人が集まってくれればいいけど。桜呼んでくるから。桜で吹雪持ってきて、桜吹雪だっつって言ってみんなに撒いちゃうから。西野さんの長さを勝ち時ブースに行きました。はい、私やらせていただいてるね勝ち時でございます。でそして竿掛けですね。私モデルの竿掛け、これ布団も叩けるっつうの。まあ24尺まで乗るんで自在につなげてもらって、使ってもらえたらなと思います。赤が私のモデルになってますんで。で玉の絵とあとまあ万力各種あるんで、これ合うようになってるんでぜひ使ってもらえたらなと思います。枠もね、ある網同じカラーでね揃えてもらうとかっこいいと思います。はい、あ、萩野先生と戸松井先生が講習会やってるね。混んでるね。あ、いたじゃん、もう一お疲れです。キム兄さんどうも。お疲れ様です。すいません。なんかツイートしてくださってありがとうございました。すいませんでした。YouTube だけど大丈夫。あ、全然大丈夫です。全然大丈夫。もちろんもちろん。偶然、カネヤンたちに、遭遇しました。どうもこんにちは。お疲れ様です。ももちお疲れ様。ありがとうございます。ね、メインの舞台で、立派にね。喋ったの。トップアングラーとして。いや、無事終わってよかったです。本当に確実、本当に水坊さんからアドバイスをいろいろいただいたんですよ。もう緊張しないで、自分の色で言っていいからって。もうその通りにやったら、どうよ。今日ですね、まあ、杉本さんの限りで全てうまくいきました。本当にありがとうございます。すごいな、これが、今日は。YouTube を、ね、代表してももちがね喋ってもらって、ヘラバヤツリもね人気が出てくれたらいいなっていうふうに思っております。はい、皆さんのおかげでございます。とんでもございません。ありがとうございます。カネヤンメンバーでした。どうもありがとう。ありがとうございました。準備も OK ですか？ OK です。 OK ですか？今日はね、YouTube チャンネルね、トモチャンネルも来てもらってるんで、はい、俺、映って大丈夫？モザイク入れないでね。大丈夫ですよ。よっ、チャンピオン！ありがとうございます。2023年 M1 カップ、優勝させていただきました。本当にね、優勝した瞬間、その一昨年の、フィッシングショーに来てくれた人たち、応援してくれた人たちのね顔が本当に思い浮かんで、いや本当に感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。はい、ずいぶんかしこまったこと言ってんだよ、なんかね。え？いや、かかってこいよぐらい言ってよ。それはまた来年勝ったら言いますけど。まだ1回しか勝ってないですから。隣にいる王者は、何回勝ってると思います？もう皆さん8回大会中4回勝ってますんで。嫌味ですね。嫌な言葉です。で、連覇した人がいないっていうのも僕、はい、はい、僕だけなんで、勝ったやつじゃないと連覇できないから、ね、そうですね、はい。まあ、追いつけるように僕も頑張りたいと思いますし、今日は
その M1 カップについてのお話を、はい、なかなか珍しいテーマだよね。餌ってとかそういう季節の何かっていうのはあるんですけど、はい、M1 カップのっていうネタ的なのは初めてかな。そうですね。だからまあ大会の話もそうなんですけども、勝てる釣りだったりとか強い釣り、はい、萩野さんも多分トモエサ、両団子の餌得意だと思います。で僕も勝たせてもらったのは提灯両団子っていうね、トモエサ、はい、やっぱり爆発的な威力がありますので、そちらの餌使いなんかを、はい、過去のチャンピオンと。過去なんですけれども、はい、いいですか。で、まあ、M1 のことにちょっとついて触れたいんですけども、はい、昨年ね、はい、引退で。そうですね、僕的にはもう大会はもうもうずっと前から言ってたんですよ。もういいですっていうことを。でいつか辞めるっていう時がタイミングいつにしようかなっていうのはあったんですけれども、自分も負けて辞めると結構ね、これ結構短期なんで絶対またやりたくなっちゃうんで、もう勝って辞めるっていうふうに自分の中では決めてましたもん。はい、まあ自分の中で達成感もあるんで、あとはまあ若い人に頑張ってもらえればいいかなと。まあ、そういうふうに、はい、年齢もだんだん変わってきて、萩野さんももう十分だというところで、後世にね、はい、技を、継承していってもらって、はい、また若い者を盛り上げてくれよっていうことで、僕もバトンを渡されたかなというふうに思っております。やっぱりトーナメント好きで出てる人が勝ってシード権があるのに、それを放棄して後世にねバトンを渡しますっていうのはなかなか勇気がいるなということだと思いますし、ね、賛否あるとは思うんですけれども、自分の幕の引き方的にはこれで良かったのかなと思います。ということで、じゃあ、はい、もうこれからは、皆さんに釣りの技を、そうですね、釣れるように、なかなか皆さん本心言ってるようで言ってない部分もたくさんあるんですよ、実際戦ってる人たちは。でもそんなことを僕なんかやめた方の人間として伝えていければいいかなと思いますので、そういうことをやっていきたいなと思います。まあ、僕もまだ戦ってるトーナメンターとして、やりたいんですけど、僕は一応包み隠さずに今日は皆さんにね、来てくれた皆さんに釣れる餌、また新残りの釣る餌ね、簡単にできますっていうことと、はい、あとはもう浅い棚から提灯まで釣れますよっていう餌をですね、紹介したいなと思いますので、釣りのタイプとしては全くっていうところと正反対の方の組み立てなんです、どっちかっていうと。はい、それなんで僕の話も参考になると思うし、杉本くんの話も多分全然タイプが違うんで、どっちかが多分合うような感じになると思うんで、そんな感じの話 ね、 そうですね、聞いていただければ。まずね、対象として餌を二人で作ってこんな感じで違いますよっていうのをちょっと見てもらうっていうのも一つの手かなと思います。はい、はい、じゃあ私の方からまず昨年優勝をさせていただいた餌作りの方ですね、早速やらせていただきたいかなと思います。なんかマッハでやめてすごくにしたってなんか言ってたような気がする。はい、マッハをその翌年まで使っててずっと2位だったんですよ。2位だったり3位だったりとか、何かちょっとしっくりこないなって。バラケマッハってバラケがマッハっていうぐらいですから、バラケ性が早いんですね。だから棚に届くまでに結構魚にやっぱやる気のあるヘラが寄ってくるとやられちゃって落ちてしまう、芯残りがちょっと完全にできてないなっていうところはありました。でそこで主軸をこちらに変えることによって、その芯残りと自分の餌に対する重さ感っていうのがもうしっくりきたので、こちらをベースに今年は変えました。はい、はい、じゃあスゴフをまず2杯ですね、 400cc 入れます。スゴフを400、はい、でもうこれが僕の団子になる主軸になった餌になります。はい、マッハでもいいんですが、芯残りをより強くさせたいがためにスゴフにしました。で、さらに芯残り、まとまり感を良くして、適度な、ね、粘りを出してくれる。でもうこの餌なくして両団子はないんじゃないのかなっていう、皆さん必ずこれは入れてますっていう餌になってると思いますよね。だと思いますよね。はい、両団子やるときこれ持ってるよっていう人っていますか？ああ、やっぱり8割ぐらいの方が持っててくれますね。はい、でこちらの餌をですね、はい、200cc 入れます。続いてですね、僕の場合提灯団子を最終6人で打つっていう結構
魚も強く寄ってくるような時だったので、核心にさらにカルネバっていうものを入れました。核心を入れるとカルネバを外すっていう人がいたり、カルネバを入れたら核心を外すっていう人が結構いるかなっていうふうにも思うんですが、この2つを混ぜ合わせても、あの全然すごくいい餌なんで、どっちも、ね、あのもちろんあの粘る餌なんですけども、粘る質感がちょっと違うんで、ミックスするとうまくやっぱり芯残りだったりとか魚の反応が良かったりっていうんで、自分なんかも結構やるんで、はいはい、まあ、粘る餌に粘る餌っていう風なイメージをお持ちの方が多いと思うんですが、またちょっと違う作戦の見方がやっぱり特徴が出てると思いますので、はい、その辺うまくミックスするとちょっと人より当たるとかっていうことがあると思います、はい、でこちらのカルネバも 200cc ですね、はい、はい、入れます。結構いくね。でここで、はい、混ぜてもらいます。軽くでいいです、粉の状態で混ざるように、そしたらですね、ここに水を 280cc、 ちょっと細かいんですが300じゃダメなんです。250でも少ない、一番いい水の量がたどり着いたのが 280cc でした。なのでここで先に少ない量を入れます。 100cc のカップで 80cc、ぐらいですね、ここぐらいを最初に1杯入れて、はい、次に 200cc をすぐ入れると、はい、っていうことです。で、ここでこれぐらい混ぜ、まあ、見えるかなと思うんですけども、こう混ぜるときにこう手を広げて混ぜるのではなくて、僕の場合もうここで結構練ってしまいます。押して練る、押して練る、ここで芯残りを作るんで、ここでこういうふうに混ぜるだけの人が結構多いんですけども、これこうじゃなくて押して練るようにして、結構あの練っちゃってください。もうここで俺のイメージで言うと、杉本君は結構餌作ってる時に練るなっていう、はい、練る時間やるなっていう印象だよね、はい、俺がどっちかというと全くやらない方なんで、で僕は提灯とかが多いんで、まあ、しっかりとした餌作りで芯残りですね、両団子の場合芯がないと、セット釣りと違って食わせ餌ってものがついてないんで、自分でこの食わせ餌を演出しないといけないんです、芯残りをさせて。なのでここでしっかりとした芯残りを作れるように、ここでこう押して練るというような感じです。で結構ベチャッとこういうねまとまるような感じになりますんで、そしたらこの状態をほぐしていきます。最後に入れる餌、指名餌ですね、これが浅棚1本になります。こちらの方を 200cc 入れます。 200cc、 まず水戸さん、ちょっとここでちょっと触ってもらう、はい、あ、いいですよ。どのぐらいの硬さか、意外としっかりした餌だと思いますよ。で餌っていうものは柔らかく作って硬くしていくんではダメです。硬く作ったものを天水で戻しながら戻しながら自分のタッチに仕上げていくっていうのが絶対的に、いい餌に仕上がります。なので柔らかいところから後からオフを足して硬くしていくんではなく、僕はしっかりと舌を最初に作ってしまって、そこから水を手水を入れて自分で調節して自分の餌にね仕上げていくっていう感じにしています。で締めの餌を浅棚1本をここに 200cc 入れます。さっきグッと固まってた餌をここでほぐすようにします。ここでは練らないです、あんまりこういう感じで、ここのダマになってるものを取っていくような感じ。結構そこのなんていうの、締め餌で混ぜるのが結構いつも見てると、はい、ここを丁寧にやってるよね。そうですね、ここを丁寧にやってもらいたいなというふうに思います。オフがですね、馴染ませるんではなく、まあ、上にパラパラパラっと本当に混ざるような感じ、ふりかけをかけてご飯を混ぜるような感じで混ぜてもらって、ここではギュッギュッてさっきみたいに練らずに、こういうボソ感がちょっとだけ出るような感じに、してもらえたらいいかなというふうに思います。ちょっとつけてもらえますか。そうですね、でオフがまだ、ね、立ってるような状態なんですけど、これ時間が経ってくるとだんだん馴染んできます。このちょっとまだ水菌ないぐらいでも打ってますか、餌の。打ってます、はい、
ですけど、まあ、3時間の試合とかになると僕これ1時間ぐらいで打ち切ってしまうんで、3時間で餌を作るっていうのはちょっと時間がもったいないんで、僕はこの餌を4つ3時間だったら 4つ作ります。それは粉だけにしてやっとくんじゃなくて、もう水入れて作るの、はい、その状態で作って4つのボールに重ねてこう置いておきます、はい、決め打ちですか、変えないですか。まあ、3時間の決勝なんで、もうそこで迷ってたらもう勝ち目はないと思ってます。なのでもう僕は同じ餌を全部混ぜてこの状態にして4つ作っておきます。なぜ3時間の試合で1ボール1時間なのに、じゃあ3ボールでいいだろうってなるじゃないですか。だけど人間って餌が足りなくなってきたなと思ってちょっとねケチってつけるんですよ、餌を。その時って間違いなく釣れません、当たりがなくなります。それを避けるために、心に余裕を持たせるためにもう一ボール多く作ってちょっとは捨ててしまうっていうような、対策を取っております。はい、それ結構マル秘ですね。あんまり他では言ったことないですけど、はい、俺はねどっちかっていうと臨機応変に配合を変えていくタイプなんで、はい、決勝でも自分にちょっと違和感があったら餌はいくらでもいじってきます。まあ、逆に言ったら僕勝つ時って大体ぶっちぎりじゃないですか。っていうのはそこまで合わせてるっていうですよ。だからタイプ的に違うんですよね、釣りの考え方が、はい。まあ、その時その時でね、いいどっちがいいかっていうのもあると思うんですが、俺なんかダメなのはやりいじってって崩れてって自滅するっていう方がダメな時は絶対。僕はすごい爆発的な釣果はあんまり、まあ、そこまで萩野さんみたいには出ないけど、安定した釣果、餌は僕はあんまりいじってがないで粉を追い出して、完成させていくっていうことをしないんで、こうグンって上がることはないんですけど、結構安定した釣果を出していけて最後6人まで残れるように釣っていくっていう感じですね、はい、なので結構2位とかが多いのかな。まあ俺がいたからなとかって、そうですね、萩野さんがいた時に2位だったこともありますし、はい、まあ、そういうんでね負けたこともあるんですか。まあ、じゃあ餌をね、だいぶちょっと分けましょう。じゃあこれ触りたい人は触ってもらって、はい、はい、なんでこれを一緒に見せていただいて、はい、皆さん、もし興味ある方いらっしゃいましたら餌ボールお渡ししたんで触ってもらって、餌が吸水されましたので、ちょっと餌をつけたいと思います。でこの餌をですねこう取ります。そしたらこういう指先です、指先、こっちの根元の方で結構やる人いるんですけど、これだと結構 まとまらないんで、指先の方でくるくるくるっと丸めてもらって、こういう感じで僕は置いたら針を置いてちょっと引っ張ってあげてこうつけてあげるという感じです。はい、ちょっと涙がらですね。でこれが多分沈没してしまうかなっていうぐらいだと思うんですが、あ、そんなことなかったですね。でまあ、ちょっと遠くの方は見えないかもしれないんですけども、これを、まあ、魚が煽ってきたよって言ってもこう芯がねちゃんと残ってますっていうのが、先ほど最初に練ったのが芯が残ってるっていう感じです。この状態になってくるとだんだんヘラブナが食べやすい大きさになってきますの でこれでまだしっかりとちゃんと棚に餌が届いてますよっていうことになってます。まあ、多分今水槽は、ね、水深ないんで多分長期よりもちょっと甘めにはつけてるんですよね。そうですね、イメージ的には、はい、でもしこれで自分がお使いになられてる浮きが馴染みが出ないよ、ね、っていう場合、これなんか浮きこれだけ小さいのに馴染みがあんまり出ませんでしたよね、これ沈没させたいんだって言った時には、ここの餌をですね、まあ、ちょっと分けてもらって、ちなみに杉本くんは大会のスタートは餌は、はい、つけて打ちました、はい、最初のうちから絶対持たせようと思っていってる、それとも持たないようにいってますか。持たせるようにいってます。必ず持たせるように、はい、必ず持たせるようにい、ってます。その辺は スロースタートでもいいっていう風な解釈でやってる。そうですね、はい、どっちかというとやっぱ甘めの人の方が当たり出しが早いわけじゃないですか、はい、はい、
そこはもう捨てても安定したことを求めるようにっていう感じで言ってる。そうですね、棚を最初から作るようなイメージで言ってます。でやっぱり長く、1時間2時間と長くコンスタントに釣っていきたいんで、最初甘い餌を打ってパタパタって釣るよりはしっかりと棚に溜めた魚を後でどん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 釣っていこうっていう感じですね。で今なんかは打ち始めのこう全然馴染まないような餌付けにしたんですが、これをもっと馴染ませたいんだよ、提灯の棚に届かないよって言った時にはさっきみたいにもうちょっと練ってしまいます。はい、でこれだけ練ってもちゃんと丸球の餌はばらけますんで、大丈夫です。怖がらずに練っていただきたいなというふうに思います。これができないと芯残りができずに両団子の餌っていうのは、カラツンとスレばっかりになってしまいますので、ここはねしっかりと練ってもらってもう一回つけるという感じにします。そうするとこれがさっきよりは絶対に馴染むはずです。はい、もう落下の時点からのばらけ方が違うよね。そうですね、はい、で棚で行って膨らんでくれるっていう感じになりますので、先ほどよりも、結構馴染んでるかなっていうのが見てわかるかなと思います。まあ、2つついてればもう沈没するかなってぐらいの量がついてるので、ね、はい、で膨らみ始めてきて溶けてきて魚が、ね、寄ってくると当然止まってる水じゃないのでこう餌は動くはずです。その時にここで餌が落っこってしまうと食い頃の餌がポロンって落っこってしまうので、ここがしっかりついてないと両団子の餌っていうのは釣ることが難しいよっていうことになりますの でこの状態で上げてもちゃんと針に残ってますよっていうような状態、これが先ほど練った芯残りの効果が出てますんで、まあ、なんだ自分見てて思うんですけど、杉本君は多分提灯でもこうちょっと煽り立てさせたら嫌だけど煽っての次の組み立てをやるじゃないですか、はい、だからこそこういう芯残りスレーサーが大事だと思います。そうですね、でまあ煽りを入れて浮きがグッと上がってきてその落ちていく時にバンと当たるんでことが多いです。なのでこうしっかりとしたちゃんと芯残りをした餌を、ね、最後までこういう風に残ってくれるような餌を打った方が圧倒的にヒット率はいいです。なので怖がらずに餌を練っていただいてこう芯残りする餌を作っていただいた方が、両団子の共餌ですよねは絶対的にいいと思いますので、ぜひやっていただきたいなというふうに思います。はい、ファイナさんの餌5分ぐらいで作れますと、でも俺がまた団子やってもしょうがないからと思って、はい、あそうっすね、じゃあやるなら M1 予選2月ありますよね、で俺が出るならどんな餌作るって感じでやってみようかなと思って。あ、はい、まあ、時間があんまりないんで、はい、じゃあ手短にお願いしてもいいですか。はい、多分ね M1 の決勝10枚釣ったら優勝で、ブロック優勝ですよ、はい、多分5枚いかないと思います。そんな時にどうするかってことですよね。自分だったら粒線を50、はい、粒線50、粒線50、はい、で水をね150だね、150、うん、で180ぐらい入ってないですか。いや入ってないないやこんなもんだぜ。で吸水させるんですね。本来は吸水させるんですけどちょっと今時間が押してますんで、はい、このままいきます。続いてセットアップ、セットアップ、はい、400ね、はい、はい、で吹雪新製品です。これを使ってください。これ接近線に持っていけるってなってますけれども、間違いなく生育でこれ使ったからって針数は多分ね60から80ぐらいになると思います。今まで全然当たんない距離にいたやつが詰まるようなイメージなんですけども、針数は結果的には長いですけども接近線にそれで持っていけるようになると思います。それなんでこれを使ったからって針数を短くするんじゃなくて長いところで勝負してください。そうするとそうですね、時間もっと多分1枚釣りゃいいかなぐらいのレベルだと思うんで、はい、人よりも例えば人が3回しか当たらないところ5回当たればおのずと釣れるようになりますんで、細かい風を使って接近線に持っていけるようにしても長い針数でも釣れるようになりますんで、ぜひ使ってみてください。でこちらの吹雪の方を自分がねやっぱり400入れたいな、はい、はい、
粒50、はい、セットアップ400、はい、吹雪400、はい、で水の方が150ですね、 150ですね、はいはい、皆さん多分ね配合を聞くと相当硬いだろうと思うと思うんですけども、相当硬くいきます。もう多分ね釣れない時に10セットの場合で10中8個柔らかい餌ってのはないですから、もう 100% って言っていいぐらい高速っぽい餌。どうですか。はい、そう思います。間違ってない。はい、なんでそういう風になるかっていうと、やっぱ細っぽいのとエアが含んでる部分で魚がやっぱりイレギュラーな動きするんで入ってくるようになります。それを目指してやってください。で、柔らかい餌はどうしてもしっとりすると魚の動きが鈍くなるんで、どうしても魚が動かないんで当たんないっていうことになりますんで、まあ硬い方でいってください。寒い時の大会はもう相当硬いですよ。触ってもらえば分かると思います。ちょっとね、まだ給水が甘いないから、まあでもこんな感じの持ち方でいいですよ。はい、これが軽くて細かいオフの吹雪の特徴がある程度出てるという感じですかね。で、これで割れ落ちするような感じにしてください。チリチリばらけるようにはしないでくださいね。割れ落ちしてそこに魚が入ってくるようになるんで、で落ちてハリスが長いところの方に行って当たりが出るっていう感じになるんで、浮きの動き的に言うと餌こうバラケがこうついて入りました、ここでバラケが落ちて割れ落ちして餌落ちを出るぐらいの感じになると思うんですよ、長いハリスなんで。こっから食わせだけがこう入ってくっていうような動きを出してください。で、それの倒れ込んで止まったりとか倒れ込んだ時に当たって釣れるか釣れないかっていう風に持ってってもらうと、はい、そういう長い竿の沖の、はい、沖の浅い棚とか多分みんなで18だ19だっていう長竿合戦になると思うんですよ。そういう風になった時に人より当たりをもらうとか当たりを出すっていう多分コツだと思いますので、はい、こんな感じでやってもらうといいかなと思います。はい、で、あと一つですね、僕よく質問を受けるのがセットの時に餌を切るタイミングっていうのはどれぐらいなんですかっていうのをよく聞かれます。そのタイミングというのはこの自分がお使いになっているバラケ餌、これの落下スピードをよく見ていただいて、そのうちの切るタイミングですねっていうのを知ってもらいたいかなと思います。例えばこの萩野さんが今つけたバラケ餌があるんですが、これを玉のになっているところですねから、棚で膨らんで先ほどはバラってばらけました。で、そのばらけたものが下の自分の針数が60センチだったら60センチの位置に大体の重さでバーッと振ってって到達します。その時間は待てるよっていうことになります。で、そのばらけ餌が通り過ぎてから待ってても魚いないんで、ひたすら待つだけで釣れないんで、それは打ち返した方がいいですよっていうタイミングになるんで、この自分がね、ばらける打ってる餌のこのスピードみたいなのをよく見てもらって、ね、この振ってくるタイミングがあるんで、その自分のイメージしたハリスの60センチだったら60センチのハリスの長さのところで通過したなっていうのが分かった時に、次の一投を打つようにしてもらったら餌切りのタイミングっていうのが分かると思うんで、ぜひ参考にしていただけたらなというふうに思います。あと僕的にアドバイス、 M1 多分出る人もいらっしゃると思うんですけれども、寒い時とか本当に渋くなってきたら抜きっぽい続けでは多分当たりもらえなくなります、間違いなく。それで釣れてたも本当に渋くなったらぶら下げてハリスの長さのたわみで距離をやってください。そうすると当たりはもらえるようになりますので、寒い方が抜きがいいっていうちょっと風潮になってますけど、抜きでできるってことは魚コントロールできる範囲なんで、それがもうできなくなるような感じになります。全員で長い竿を打って何百人で来ると、そうなった時はぶら下げてそこからの餌のばらき方を調整してください。そうすると当たりがもらえるようになります。はい、はい、よろしいでしょうか。という感じで寒い時の対策、寒い時の対策と、はい、ということで、今年の M1 カップもね、ぜひ皆さんで盛り上げていただけたらなというふうに思います。はい、で、今回ですね、特別限定エナジー力玉、はい、ハードっていうものを、マルケの方で出しました。これはフィッシングショー限定で大阪でも配るらしいですが、
横浜のここのところでしかもらえません。ちなみに私たちは持ってないですよね。持ってないね、はい、ラメ入りラメと匂いがついてます。あの、はい、皆さん開けて匂い嗅ぐとびっくりするような匂いしてますんで、モンスターエナジーのピンクみたいな匂いがします。はい、はい、ラストです。ラスト、もうこれでないんですよね。追加はない。はいはい、はい、いきます。じゃあ本当にラストです。じゃん、またまた40番台。はい、40番の方、40番、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。これにて終了したいと思います、はい、皆さんお集まりいただきありがとうございました。ありがとうございます。